64とか3とか、はい、4とかですかね。でも1番だったんですよ、その中では。そう、いいちょっとちいちゃん頑張れ。カントリーでは1位でもモーニングでは勝てないぞ。尾形は何杯食べれるでしょうか。22杯。38。え、そんなですか。なんなんみんな。はい、こっちや。風呂が美味しそう。てかどうするね。私頑張ります。頑張ろう。ラオチーズのために。でもやっぱ頑張りそうな気がする。はいはい。はいはい。はい、じゃあいいよ。私すごい食べてます。多い方ですって。お店の中でも多い方ですって。あ、すごい。あの女性の平均よりちょっと多いぐらいだ。平均よりちょい上ですって。ちょい。リストだよ。あ、やるわよ。やるときはやるよ。こっちだって。私絶対さ、生きたら絶対しょうがないと思ったんだけど。くじ運今日よかった。遅いし、お腹いっぱいになっちゃうしだと思いました。悔しすぎますね、これは。はい、なごめんなさい、お待たせしました。マジこれね、でもかなマジ出ました。ギブ目標は55杯です。道重さんもっといけますよ。道重さんの実力はそんなもんじゃないです。だいぶの何を知ってるの。何クソ魂で頑張ります。何クソ魂。何クソ魂。はいよ。全然大丈夫ですよ、まだまだ。全然大丈夫です。まだまだ40杯ぐらいはいけるんじゃないですか。ダメだ、弱気を見せちゃう。景品かけて頑張ります。そうだよ、景品。チームのためというか自分のために景品をかけて頑張ります。金太郎、金太郎の今通り見える。言われました、金太郎って。ちょっと金太郎みたいだね。石田さんに金太郎って言われる。かわいいじゃん。負けません。負けん自信あるし。どう考えても不利ですよ。こっちには小学生が2人いるのに、あっちみんな中学生だから、どんだけ頑張ったってあれなんですよ。食べれるわけないじゃないですか。はい、どうぞ。今もう無事期の体の 30% しか。はい、頑張って。あ、やばい。もらえました。将棋みたいなやつ。おー、待って、休憩なしです。
憧れてる先輩が私っていう風に言ってくださってて、プルプルだすごい、かわいい、泣いちゃいました。やばい、すごい、こんなの初めて。あの、もっと食べれるもんだと思ってた。じゃあ15。え、ダメ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 、おだちゃんダメ、おだダメ。いや、大丈夫大丈夫。あの、普段だったら、普段だったらおだちゃんのこと拒否するっていう流れかもしれないけど、うん、ちょっと関係するよ。ここ一番年齢高いでしょ、平均年齢。そうだよ。いや誰上げてんの、誰誰上げてんの、上げてんの誰誰誰誰、頑張って下げてるつもりなんだけどな。大人の胃袋舐めんなよ。嘘つけ、最近小食だろ。あれさ、なんかみんな結構騒いでますけど、やっぱ私たちこうなんか大人の落ち着きっていうか、う、ね、余裕を見せちゃう感じ、うん、だからなんかこの必死になって食べるっていうのもいいと思うの。いやでもそう、それもある食ってたもんね。そう、落ち着いてさ、おばちゃんネギ嫌いな人みたいな、ちょっとこっち、そっちとなんか一度一度してない。毎年わんこそば食べた後後悔するんですよ、まあ、こんなに苦しいのになんでこうや、こんな必死。でもなんか毎年毎年またやっぱ岩手来るたびに、よっしゃ今日もわんこそばってなっちゃうんですよね。何なんだろうね。だってもう早くも来年のわんこそば楽しみだもん。ごめん、すごいね、なんかさ、ほんとだよ。じゃあ、これを大事に特別にプレゼントしたいと思います。あーんと、ダメでした。いや、まだ大丈夫だと思われますね。はいよ。はい、頼んだ。下を噛みました。日の位置がめっちゃ高いんですよ、私。そう、だからめっちゃ遅れてる。ほんとやばいよ、やばいよ。もう、私も早いよ。頑張るぞ、佐藤頑張るぞ。じゃあ、ワンコガールズの皆さん、準備。えい、ワンコ、ワンコガールズ、ワンコガールズ、いつだ、ワンコガールズちゃう。はいだー、なんやっちゃう側なんじゃない。そう、ワンコそば大会ずっと楽しみにしてたので、うん、ちょうどいい感じでお腹空いてるので頑張りたいと思います。聞いてました。たっちゃん、パチパチ88。
持ってんの。何食べんの。マグロ食べたい。ほら食べないよ。でもさすがにまだお腹いっぱい。これはあれだよ、最後のチーム戦かもしれないよ。そうだよ。あ、そうだね。おつゆがお顔に刺しちゃいます。はい、はい、すごい。さあどうぞ。あ、ごめんなさいね。はい、私103杯です。すごーい。そばついてる、そばついてる、そばついてる。ごめんなさい。ごめんなさい。あー、苦しい。いいですか。のりも美味しい。マリアンラブリンです。マリア今日も可愛いぞ。優勝は牧野マリアさん。さすが。ありがとうございます。ナンバーワン。マジでね、こうお蕎麦盛る時のもらい方マジで盛る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 。ナンバーワン。初めて1位になれた。そうだよ。やっとさよしさんと。どうでしたか。楽しかった。お待たせ。余裕そうですね、伊藤さん。まだ余裕。小6ですよ、当時、去年、2年前は。絶対今タブが食べれますから、本当に。さよしさん。はい。さあ、まだまだよ。はい、どうぞ。うん、行きましょう、行きましょう。ほら、まだ入る、まだ入る。頑張って。さあ、頑張って。はい、はい、じゃんじゃん。さあ、もう一つ。さあ、もう一声。頑張れ、頑張れ。2、4、8、そうだ。あともうちょっとだよ、100まで。はい、頑張って。頑張ります。うん、頑張ります。はい、頑張れ。はい、はい、もう一つ。はい、じゃんじゃん。はい、もう一つ。はい、はい、はい。でもね、去年、54。前回何ですか。前回106食べてますか。頑張れや。100超えたぞ。やー、お疲れ、お疲れ、お疲れ。頑張ったのに。次100。やばい、ちょっと。はい、どうぞ。今回は30です。いやでもね、後輩たちも大食いに対してのレベルが高くなっているきてプレッシャーがあった中、マジで100杯食べます。絶対無理だ。いや絶対できます。絶対できます。本当に本当に見て、頑張って。マジで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 100杯食べちゃいマリアですからね。え、どうしたらいいの。ちょっとなんか真似しよう真似しよう真似しよう。そう、まず周りを工藤さん初めてだから、ちょっと工藤さんが近くにいるから工藤さんも一緒に見せてから。じゃあ行くぞ。早く食べるぞっていうのなんかしきっちゃって、カメラさん早かったですよ。やっぱね、やっぱリーダーになると違うね。すんだ。頑張って。羽生登場お前です。今回は優勝を絶対にしたいんです。だからお腹もすっきすきにしてあるんです今。
70。いや、なんかドゥーさんがそんな苦しがってんの珍しいの、どうしたんだろうなんていうの横目してたら、いやー苦しい。